皆さん、こんにちは。リコです。マーゼルのスケジュールをお届けします。トピックスは4つです。1つ目が、全世界が震える、海流×レイコのミュージックビデオ公開という件について。2つ目が、ランナオヤ、トミーヒルフィガーの表参道展、1周年記念のイベントに参加という件について。3つ目が、マーゼルのスケジュール、4月19日から5月7日。 4つ目がマーゼル出演予定ライブイベントの情報をまとめです。はい。ということで、昨日めちゃくちゃ嬉しいお知らせが来ましたね。カイリュウくんとレイちゃんのアイスバラードバージョンのミュージックビデオが本日公開されるということで、おめでとうございます。めちゃくちゃ楽しみですね。 アイスのミュージックビデオを見たときに、カイリュウくんとレイちゃんの掛け合いのところ、あそこはやっぱり本当に素敵だったので、この二人があの歌声でアイスを聴かせてくれるんだと思うと本当に楽しみでなりません。どんな作品に仕上がっているのか本当に楽しみですね。このアイスのバラードバージョンのリリースに伴いまして、 インスタライブなども予定されていますので、そちらはスケジュールの方でお話しさせていただきます。そして二つ目、ランナオヤ、トミー・フィル・フィガー、表参道展一周年記念イベントに参加という件についてです。二人のモデル姿めちゃくちゃかっこよかったですね。それと共にランくんがトミー・フィル・フィガーに帰ってきたということで、なんだかものすごい感慨深かったですね。 というのも、ザ・ファーストのオーディションが終わって、その年の年末頃だったかと思うんですが、ラン君とレイちゃんが二人でトミー・フィル・フィガーさんのイベントに参加していたんですよね。トークショーなどもあって、私も配信で見ることができてとても嬉しかったのを覚えています。あの頃の初々しいラン君の姿とはまたガラッと変わって、 アーティストのオーラを身にまとってラン君が帰ってきたということで、この情報を聞いた時にも本当に嬉しかったです。ナオヤ君も相変わらずの美しさでしたね。はい、ということで、こういった形でトミー・フィルフィガーさんにラン君が帰ってきたということで、とても嬉しくなりましたのでお話しさせていただきました。それではここからマージェルのスケジュールをお話ししていきます。 本日4月19日金曜日雑誌東京カレンダーの発売日です。カイリュウくん、ナオヤくん、ランくんがとっても大人っぽい姿で掲載されていますね。20時頃には登録発表があります。パレードシリアルナンバー特典応募の第5回分です。こちらをもってパレードのシリアルナンバーの特典応募の受付は全て終了となりました。 そして21時には YouTube にてアイスバラードバージョンフィーチャリングカイリューレイコのミュージックビデオが公開されますね。楽しみです。4月20日土曜日20時30分から Instagram にてマーゼル×レイコインスタライブが開催されます。そして21時からは YouTube にてアイスバラードバージョンフィーチャリングカイリューレイコのビハインドザシーンズが公開されます。 4月21日日曜日午前8時から日テレプラスにてダンクショーケース in 京セラドーム大阪完全版 d a y 1が放送されます。こちら終了後続けて13時から d a y 2の放送もあります。そして11時30分からはミュージックジャパン TV にてマーゼルスペシャルカイリュウくん、ナオヤくんインタビュー出演です。13時からは JWAVE にて東京ホット1ッド こちら、マーゼルがゲスト出演というふうに書いてありましたが、おそらくメンバーから数名が出演という意味なのかなというふうには思っています。15時からチケット発売となりますのが、マーゼルファーストワンマンツアー、ジョイナスインザパレードこちら札幌公演のみとなりますが、ローチケプレリクで発売が開始となります。20時からは東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。 4月22日月曜日、22時からスペースシャワー TV にてマーゼルザショーケースライブドキュメンタリーが放送されます。4月23日火曜日、20時からミュージックジャパン TV にてマーゼルスペシャル、カイリュウくん、ナオヤくんインタビュー出演です。20時30分からはニコニコ生放送にてニコニコ超会議2024超声優祭、 マーベルスター・ウォーズ特番ディズニー・コラジオこちらにカイリュウくん、ハヤトくんがゲスト出演です4月24日水曜日0時から OD プレミアムにてマーゼルレディオステーションのディレクターズカット版です23時でチケット締め切りとなりますのがネクストバイラルアーティストチケットブック2次選考分そしてミュージアム会員限定2次分の申し込みが締め切りとなります 23時59分で配信終了となりますのが、スペシャルオンデマンドマーゼルティータイムスファーストアルバムパレードリリーススペシャル。4月25日木曜日、19時45分から NHKE テレ九州沖縄にてゾンターク踊りの星、ランくん隆起く君出演です。こちら先日もお話ししましたが、 放送自体は九州、沖縄のみですが、放送終了後 NHK プラスで配信がありますので、そちらで全国でご覧いただくことができます。4月26日金曜日、23時から日テレプラスにてバズリズムライブ2023 d a y 1が放送されます。マーゼル、ノベルコアが出演したライブです。4月27日土曜日、ネクストバイラルアーティストのチケットが一般発売される予定です。 そしてこの日はグランキューブ大阪にてイベントが開催されますね。パレード発売記念オフライン全員写真撮影会、メンバー全員サイン会、メンバー全員オフラインお見送り会、そしてマーゼルショーケースパレードが開催されます。4月28日日曜日、なおやくんのお誕生日です。おめでとうございます。先日公開された動画ご覧になりましたか テレビジョンさんの公式 YouTube チャンネルにて、どんな悩みも笑顔で聞いてくれる関西弁男子がいたらという企画に、なおやくんが出演してますね。いや、これも本当にめちゃくちゃ素敵な企画でしたね。動画を見始めてすぐは私も、ああ、なおやくんかっこいい、かわいいと思いながら見てたんですけど、ずっとなおやくんが励ましてくれたり、寄り添ってくれたりするので、 だんだんと最後にはなんだか泣けてきてしまってあ、私これから落ち込んだ時には絶対にこの動画を見ようというふうに思いました。はい、そして20時からは東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。4月29日月曜日、23時59分でチケット締め切りとなりますのが、先ほどお話ししましたマーゼルファーストワンマンツアーの 札幌公演のみとなりますが、ローチケプレリックでの受付が終了となります。5月1日水曜日、0時から OD プレミアムにてマーゼルレディオステーションのディレクターズカット版です。12時から申し込み開始となりますのが、マーゼルファーストワンマンツアージョイナスインザパレード。こちらのリハーサル観覧の受付がスタートします。こちらはアーキテクト会員限定の企画となっております。 5月2日木曜日、この日は豊洲フィットでイベントが開催されますね。パレード発売記念オフライン全員写真撮影会、メンバー全員サイン会、メンバー全員オフラインお見送り会、そしてマーゼルショーケースパレードが開催されます。5月5日日曜日、20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。5月6日月曜日、 この日で終了となりますのが、現在カラオケのダムとマーゼルのコラボキャンペーンが開催されていると思いますが、そちらがこの日で終了となります。リリースポスターやスマホの壁紙がもらえるキャンペーンです。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。そのキャンペーンに伴いまして、ダムさんの公式 X でもマーゼルの直筆パネルがもらえるキャンペーンが開催されていますが、こちらも5月6日で締め切りとなります。 こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。そして23時59分で配信終了となりますのが、スカパー番組配信マーゼルレディオステーション公開収録の模様が配信終了となります。5月7日火曜日23時59分まで申し込み終了となりますのが、マーゼルファーストワンマンツアージョイナスインザパレードのリハーサル観覧アーキテクト会員限定の企画ですが、 こちらが受付終了となります。はい。現時点で分かっている5月7日までのスケジュールをお届けしました。最後にマーゼル出演予定ライブイベントの情報まとめです。こちらについてはスケジュールの中でお話ししましたし、特に変更ありませんので、必要な方はご覧になってください。はい。2ページ目に行きます。こちらは先ほどご案内いたしました通り、 マーゼルファーストワンマンツアージョイナスインザパレードこちら、北海道公演のみとなりますが、4月21日から29日まで、ローチ家のプレリクで抽選受付がある予定となっています。ネクストバイラルアーティストについては、4月17日から24日まで、先着での受付、それからミュージアム会員の方の限定の受付もあります。 ミュージアム会員限定の受付の場合は特典もあるようなので、詳細は BMSG アプリのミュージアムのページからご確認なさってください。はい、以上です。とにかく今日の夜のカイリュウくんとレイちゃんのアイス、こちらを心待ちにしています。どうもありがとうございました。リコでした。